今回は、同期で上位の実力者である長次が火影になれなかった理由に気づいてしまった、読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。なんでや。ナルトサスケの次くらいに強いよなこいつ。それに比べてキバカスさ、ロックリーより強いよな。こいつの息子だから。僕が殺っていい？作者の想定外不人気。こいつは人気ある方だろ。奪還編だと人気上位だと思う。登場の類で上の方来なくてもキャラとして好きな人は多いと思う。確かに好きな方だけど登場権をこいつに使うかってなるとまあ使わないかな。奪還編かっこよかったしその後は普通に強い方な気がする。長次は人気あるよな。次郎棒の盾たすれ。聖者なのに。先生に賛同する海外のプレイヤーたち。お隣の国限定じゃない？次はサイで立てろ。こいつはいるだろ。次は牙で立てろ。牙は不人気。いろんな意味で想定内では。足手まといの役立たずスレでば。鹿丸が作戦立ててスレガがフィジカルでねじ伏せていいのが絡め手で翻弄するとかそういうイメージがある。ちゃんとサブとしての仕事をこなしてる感じのなサブキャラだよ。ナルトはそれすらないサブキャラマジで多いから。長次は第2部でも戦争編でメインのターンエピソードもらえたし全然出番も人気もある方だと思う。牙の扱いの方がはるかに悲惨。次郎棒戦ドーピングありとはいえあの時点で強すぎじゃない。まあ一部から出てたナルトの動機はどれも一定数人気あるんじゃないの。本気で想定外だったのはサムハチ不人気だろ。雑魚かと思ったデブがパワーだけなら同期トップの体術使いでしかマルトの友情は本物で。薬で命削りながらパワーアップして最終形態は痩せてチャクラで蝶の羽を生やすとか人気でない要素ゼロだろ。言っちゃなんだけど想定ぐらいの人気だと思う。長次普通に好きだよ。戦闘も面白いし。次郎棒が人気すぎる。海外ではナルトより人気ある。要素を娘に引き継がせつつ娘が真っ当に可愛いのはキャラ造形うまいよ。岸影様、内葉くんの短編で私もかっこいい本当の親父探しに行くって勝手に同行していろいろ協力して、里に帰ってきて太ってない後ろ姿であんたが私のお父さんしたら本当に羽生やす術で痩せた後のすれがって幸せの青い鳥してたの。よかった。真面目に秘伝忍び術を学ぶようになるから実際 WINWIN だよね。そういや時期の割に物騒な忍びもあったんだな。次郎棒が人気すぎる。海外中国韓国ではナルトより人気ある。人気投票枠が10人くらい選べるなら12人目くらいには入れたくなるよ。長次サイはスリーマンセルの穴埋めとして必要だと思ったら終盤は特に3人1組で行動とかそういうのもあんまりなくなっていった。海外ってほぼロールプレイヤーじゃねえか。羽長次ってつく中でもガチで強いよね。十尾の抜け殻とまともに肉弾戦できるのは強すぎる。このゲスチン野郎が、鹿丸と並ぶぐらいには描写あるからな長次。人間5人も集まるとな、必ず1人はクズがいる。大賢者来たな。第2部で牙ってなんか活躍したっけって思い返してみたけど特に印象に残ってるのなかった。影分身使ったのは覚えている。次郎棒はナルトを知らない人にも知られてるからな。少なくとも嫌いな人はいないと思う。娘は人気ある。親父はどの道ろくなやつじゃねえんだで有名だし人気の一族だな。あれは長座じゃない謎の秋道族の人だから。そもそも言ったのは今回の投票でも選べる矢城兵衛だろ。才はもうちょっとフォーカス当てられただろとはなるけど着地は良かったから。サスケに対して桜と恋敵脱退のとくっつくあたりも登場時から計算されてたのかなって。サスケと声と姿がちょっと似てるって作中たびたび指摘されてるのと、住まいに置いてある自作の絵は花焼きといった植物モデルの作品も結構あったし、単独で音の4人衆倒したのってこいつだけ？あとネジ。ネジが七害気味に倒してなかった？ネジもいる。長次が倒した扱いならネジも倒したろう。どうやって軽いとくっついたのかは見たい。牙は嫌なやつというより単に万人に失礼なやつだと気づいた。韓国における次郎棒の扱いはなんかちょっと感心してしまった。秋道一族って普通に強めの連中だよね。大質量はそれだけで強い。薬なしで超モードになれるようになった蘇生格図を怠慢で封印ゲドウマゾウと殴り合う。なんだこのデブ。奪還編では作者の想定外の強さだと思う。本人気にしてるのに割とみんな平気でデブ呼ばわりするよね。ちょうど奪還編の後にあった人気投票でも30位にすら入らなかったシノとか牙は入ってた。ナルトが迫害された時から普通に仲良かったのもポイント高い。中忍試験だとめちゃくちゃあっさりやられたよな。よりによって捨て駒扱いのやつに負けたのは何とも言えない。超倍かどころか部分倍かもできず肉弾戦車1本しか技のない秋道一族とかどの道ろくな強さじゃねえから。
デブが転がってるだけじゃねえかという身も蓋もないツッコミ。相手が割と強いのと音の術が体術系に有利取れるから。娘はデブとガングロ引き継いだギャルってのは面白いわ。そして痩せると美形なのも引き継いでる。長寿の人の良さに真の強さが合わさってすごい性格美人になってる。羽生やした長寿なら君マロにも一矢報いれると思ってる。ボルトだと山ぐらいでかい岩をバイカの術ででかくなって持ち上げてたけど実際あれぐらいできるのかな。被弾格図戦はもう少しいい感じの活躍させてあげなよ。ってなった。リーは一部の貯金でずっと食いつないでたイメージ。スピンオフもあるし。就任試験でどうやって負けたか全然記憶にないな。耳栓と称して肉弾戦車やって壁にめり込んでいたら体は水分あるから音通すよでチーン。デブだし耳栓してるから音聞きませんしたら普通に体の水分通されてぶち抜かれた。最終的に下道魔像と殴り合えるくらいになるのおかしいだろ。イノシカ町の火力担当なだけはある。普通にこの破産番手じゃねえのってぐらい強くないかというか長座もクソ強の可能性あるの受ける。この白寿司の時点で超倍化を普通に使ってるし最終進化した長寿と並んで下道魔像とやり合うくらいだし。イノパパとシカマルパパが二人とも里の養殖だしなぁ。リーは外が完全上位互換だったのが、ちゃんと成長する時間もなかったし。リーは二部だと大先生の介護官になってたのがな。シカマルとイノの術が強いから肉弾戦でこれくらい強くていい。肉弾針戦車の殺意好き。序盤の長寿は子供のデブいじめに使われてた程度にはただのデブ。イノシカ長ってイノシシいらないよね。戦争編だと一番必要だったし。戦争編でクソ重要な役職だっただろ。リーの推薦って奪還編だけだったりする？兄より含めないなら多分。下道魔像はあの戦場に秋道親子いたから対処できただけで普通は全滅だよな。まあリーを本気で活躍させるならガイを殺すしかなかっただろうな感。せめてガイとの八門コンビ技とかな。指紋開けると普通死ぬからどうあっても先の世代のガイがやるしかなかったからガイ以上の活躍できない構造なのが悲しい。軽いとどういう接点あったんだ。次郎坊は韓国で人気。サイは女の子人気出すぞ。って気合い入れてあれだからひっどい後なんかマスコットにしようとして失敗したやつ。親になると息子と大食い参加したり面白キャラになってる。カラーリング変更前はどう見ても長座だったのを身代わりにされた悲しき存在。秋道一族は名門だから。ちょっと待って次郎坊人気って何で？預言者だったから。賢者だから。想定外不人気ってサイのことだろ。肉弾戦車にしてもただの空気袋じゃなくて巨大な質量が転がってくるから相当怖い。ナルト中の自己犠牲技は他の作品より数段強く設定されてると思う。ゴー水を飲んでいる。長寿が羽生やさないといけない任務ってやばいだろ。さらっと書かれてるけど結構重めの任務こなしてきたんだな。ってなる。バグ勢がナルサスしかいない時期だし里の戦力トップ10には入るだろ。影縛りで動き抑えてデブが殴ればいいよね。キバにせよシノにせよやろうと思えばいくらでも成長活躍はさせられただろうけど単にそこまでするキャラだと思われてなかったんだろうなって。サイはデザインが地味すぎたと思う。まあ根の忍び者だしそりゃそうだろとは言われやそうなんだけど使う技もなんか忍び者っぽくて好きだよ地味だけど。アニメだと映えるからボルトでよく使われる。逆にイノの心転身の術は強すぎる。心伝味の術便利すぎる。チャクラの羽格好良すぎる。次郎坊の人気ってそのセリフのおかげなんです。一コマしか認識されてないと思う。キバって俺はほかげになるんだぜーってナルトに言いながらなんか女引っ掛けてたイメージしかない。あれ女は引っ掛けてたかな。サスケ奪還編でも負けたのが辛いな。犬使いの間で一番ほかげに近いキバさんだぞ。すみません人間使いでほかげになったカカシがいるんですよ。ほかげになったやつはほかげに近いとは言わん。最近のジャンププラスで本格的に春が来ててダメだった。体術の強さ抜きにしてもガイはエリート常任だけあって高等忍び術の幻術返しとか時空間忍び術の口寄せとか使えるから。本当にリーじゃどうやっても介護官にしかならないのが辛い。せめてリーが七門解放で雄像使えるまでいけるならともかくな。韓国の掲示板だと誰かが一石を投じるような発言したら次郎坊先生っていうらしいな。超倍化は少年編で使っていい術じゃねえ。外反ってなんかパッとしないよな。リーは介護官だしネジ死ぬし点々はかわいそうだしで。生徒か先生どっちかにしか出番割り振れないんだろう。尺的にも逆に早々に教師死んだアスマハンはあれだし。痩せてもイケメンにならずブサイクなのいいよね。キバが2部で全然出番ないのおかしい。ナルトのライバルのはずなのに。
強いことは強いけど犬だけにかませキャラから抜け出せてない。肉弾ヨーヨー好きなんだよな。肉弾戦車と影掴みのスキルツリーの先にある感じで。まあなら毛が砂と制約結婚してるからバランス取りで飽き道家が雲とってのは割と納得できるし。他里の名家と結婚できるくらい里では両家なんだよな。この派できる前からサルトビ一族参加の名家だしな。そやと数代も続いてるってことは一国一里システムが起こる前の忍び者イコール傭兵部族時代から長らく存続してこれたってことだもんな。クズのデブも普通にあの時期だとかなり強かったよね。あの砂に閉じ込める術がめちゃくちゃ優秀だよね。全員の力合わせないと抜けられなかったし。ほっぺの模様がね。言い訳が離脱が長すぎる。むしろ毛が離脱期間は作中のストーリーには何も関係ないだろ。2部に入って外先生の出番が増えてからリーの出番がほぼ消えた。しかマルトサイが火影になったナルト補佐してるのいいよね。皆さんは、同期で上位の実力者である長寿が火影になれなかった理由に気づいてしまった、についてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。